一芸ラジオリョウです。山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回続いてナイスストーカー伊藤さんお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤です。前回劇団のお話いろいろと伺いましたが、なんかいろいろ面白そうなところのところにやってそうなので、ちょっと今回それを掘り下げられたら。一芸。一芸。どれから話していいか迷うんですけど、はい、時系列順よりもなんかこう話しやすい順番でいいですけど、そうですね、時系列で言うと、最初にやった変な公演が、女の子との、二人芝居を、舞台美術で、箱を作って、はい、レンタルガールズボックスっていうシリーズとして今やってるんですけども、その中にいろんな女優さんを展示して、その子のメールアドレスを売るっていうコンセプトの声をやったんですよ。すごい。そうですね。それはでもあれでしょ、あのフリーアドレスでしょ、フリー別にヤフーだとかさ、中の話ですね。ちゃんとドメインを取りました。ドメインを取ってね、ナイスストーカー .com の。ああ、なるほどね。本当に来場した方がメールできるアドレスですか？なんですけど、その子に僕がまあ役をくっつけて書いて二人芝居をするわけじゃないですか、うん、でその子が演じた役とやり取りのできるメールアドレスっていう設定なんです。そういうことか。お客さんなんですか？そうです、そうです。すげえ。だからその役名の女の子の女優さんではなく、女優さんの役名のあのメールアドレスが売られてて、でその子が演じてる間、その子は、1個100円で売ったのかな、だから値札と名前を付けたまま演じてるっていう応援をやりまして、でそので気に入った役の子のメールアドレスを終演後に買っていただくと、うん、ちょっとやり取りができるっていうようなことをしまして、へ、まあ、実際その全部やり取り僕がしてたんですけど。まあだってね、作者じゃなきゃできないじゃないですか、その役は。そうですね、はい、はいはいはい。なの でそれが結構売れてしまって、へー、まあ変な話100件ぐらい売れたんですね。おお。だからものすごい、もう迷惑メール並みに僕にメールが届くようになってしまって、はいはいはい、そっから1ヶ月間何もできなかったです、僕は。そのメールを返す以外、1ヶ月も返したんですか？一応まあなんかそのぐらいやった方がいいかなと思って。へー。1万円ん、いや100円かける、そう、たったの1万円ですね。いやきつい労力だな。1万円で1ヶ月で、しかもその売れた分は各女優さんにあげちゃったんで、うわ、だから俺 何のためにこれをやってるんだろうみたいな感じになって。それ辞めます宣言して辞めたの、それとももう1ヶ月ある期間では辞めますっていう設定はあったので、その役者の子、役者というか役の子から最後のメールが行って文通が終わるっていうやつだったんで。ああ面白いですね。公演の後もなんとなくこう世界が続くっていう。写メなんかも送ってみたりして。写メを撮っといたんです、いっぱいその子の、衣装を着て、はい、で定期的にそのなんか水着のシーンとかがあったので、要は1ヶ月間最後まで頑張ってメールをすると、最後にその子の水着のシーンの写真画像がもらえるっていうすごいのをやりまして、頑張りましたね。そうですね、まあっていう企画書を渡すおかげで、僕はその女優さんたちの水着の写真をごっそり手に入れられたっていう、まあ、ああなるほど、すごい言わなくていいね。いやいや、まあそういうねもあるんです。なるほど。それはそれでじゃあなんか手に入れたんですね。そうです、そうです。で水着の写真も上演中に撮ってるんですね。上演中に意味もなくごっつい一眼レフを持った黒子が出てきて、ほうほうほう、でレフ板を持った別の黒子が出てきて、シーン中なんだけど、その子が水着になってる時になぜか撮影をしていくっていう、ちょっとシュールなことが起こったりして。でその写真が、1ヶ月頑張るともらえるっていう。なるほど。そうなんです。今でも僕 あのパソコンに入ってます。いや企画力がすごいね。すごい。ここだけ聞くと悪毒でしょうがないですけどね。はい。いやでもちゃんとお芝居として面白いものを作ったので、ね、それあってのことですからね。はい。そういうのをやったり、でまあ一番そういうのがどんどん発展していって、珍しかった公演がストーリー分岐する公演ですね。うん、この前りょうさんにも見ていただいたんですけれど、
上演中に、選択肢が、舞台上のスクリーンに出て、うんうん、で要は役者たちが神様の言う通りっていうタイトルのお芝居なんですけども、はい、どうしたらいいってその登場人物が迷った時に神様にお願いをすると、はい、その神様がお客様なんですけど、はい、お客様は神様ですっていうサブタイトルがありまして、あーなるほど、でそうするとちょっと、スクリーン上に選択肢が何個か出て、それをお客様が自分たちの携帯電話ガラケーでもスマホでもいいんですけどから投票をすると、でその投票が、まあ、5秒ぐらいのラグはあるんですけどリアルタイムでグラフに反映されて、でそれが締め切られた時に何パーセント対何パーセントみたいなで勝った方にストーリーが進んでいくっていう声もやったんです。それでもそのシステムをさ作るっていうのも結構大変なんじゃないですか。大変でした。あれは大変そう。この去年やったのが第2回なんですけど、第1回目の時にそういうアンケートを取るそのサービスをやってらっしゃる会社さんがあって、はい、ウェブに、でそこに、まあ、メールで連絡をしてこういう公演やりたいんですけど、はい、システムを貸してくれませんか、そしてなんならちょっとカスタマイズしてくれませんかみたいな話をして、そしたらちょっと会ってくれるという話になったんで、はい、お会いして、このままじゃ公演に使えないので、画面をオリジナルのデザインにしたり、はい、この画面の中に、その選択肢どっちを選んだらいいかみたいなことを喋るキャラクターを入れてみたいとか、まあ、細かくカスタマイズしていってもらって、はい、でもう上演のそうですね2時間ぐらい前まで結構バグが出ながら投票ができないみたいなんてことと戦いながらなんとか上演をしみたいなことがあって、僕まあそこへ行ってやったんです。もうほんとスムーズで、であとちょっと面白いなと思ったのが過去の結果の数字が出てるんですよ、うんうんうん、僕がいたのが 5ステ目とか6ステ目ぐらい、そうですね、8ステ目中5ステ目ぐらいだったんですね、後半の方だったんで、その前5ステで何回こっちの結果で選ばれてるかみたいな、あなるほど、そう A っていう選択肢が5回選ばれてて B が選ばれてませんよとか、うんうん、半々ですよとかっていうのが見た状態で自分が投票できるんで、あじゃあちょっとみんなが見てない方見たいかなって思ったり、あじゃあみんなと同じ方を選んだりっていうのもちょっと心理的に働いたりとか、うんうん、結局それはその分岐があって、はい、最終的にはエピソードは何個ぐらいの到着点があったんですか。エンディングは4つかな、4つあって、うん、でバッドエンド3つ、うんうん、ハッピートゥルーエンドって呼んでたものが1つで、そのトゥルーエンドにたどり着くのを、まあ、目的にお客さんにやってもらうんですけど、うん、まあ前回が第2回公演で、第1回公演にやった時には一度もツルメイトに行けなかった、行けなかった、ね、役者散々稽古したのにハッピーエンド出ないっていう最悪の状況が起こって、でこれじゃいかんだろうっていうことで、さっきリョウさんが言ったその今まで選ばれた選択肢の回数っていうのを2回目から付け加えたんです。なるほど。そうすると選ばれてない選択肢を選べるので、うんうん、今までツルメイトが出てないんだったら選んでない方を選んだらいけるんじゃないかってお客さんが類推してくれるし、それをすることで、最終的に全8ステージで出てこないシーンっていうのが少なくなるんじゃないかと仮説を立ててやってみたところ、割とうまくいって、うんうん、8ステージ中1回だけトゥルーエンドが出るっていう、僕だけ見れなかったです。それはさ、その映像として売るとかやらないの、そのトゥルーエンド版の、それがですね、それ見たいんですよ。1日だけその DVD を撮るために撮影したんですけど、はい、たまたまその日にトゥルーエンドが出たんです。おお、本当ですか。なので、うん、今トゥルーエンド版の DVD を売ってます。あなるほど、ね、朗報朗報、はい、で前回公演が、先週10日前ぐらいにやったんですけど、はい、それで売ったら飛ぶように売れましたね。そうでしょうね。いや本当に気になるんですよバッドエンドで帰ってるので見て、こう結局どういうのを見せたかったんだろうって、もう僕ずっとモヤモヤしっぱなしです。そうなんです、モヤモヤした帰るんです。そうそうそう。だってこれ役者もさ相当さ、うん、あれでしょ、大変でしょ。大変です。それでやっぱトゥルーエンドが出て売ることがまた爆発的な売り上げになるんだったら少しは救われるよね、役者も大変な思いをしたら。本当に奇跡的にその日だったんで本当にこれは持ってるなって思いましたね、それはすごい。役者もだってカーテンコールの時ちょっと泣いてましたからトゥルーエンドが出ると思わなかったみたいな
で本当に女優がガチ泣きしてるんで逆に役者そのお客さんが本当なんだみたいになって、うん、えゲネプロはどうやってやるんですかそれ。ゲネプロはちゃんとツルエンドでやってみました。そうなんだ。あなるほどね。だからまあ一応スチール写真もゲネプロで撮ったんですけど、うん、一応あのツルエンドの写真が残ってるっていう感じにはなってるんですけれど、うんうん、そうですね。でもあれはもうしばらくやりたくないですね。そうですね。だいぶ好評いただいてまたやってくださいとか、うん、その話題にもしていただいたんですけれど、本当にあの3公演分ぐらい作るぐらいの手間が必要で、そうですね。いやあれは大変だろうな。その公演をやる前にベータテスト公演っていうのもやっていて、うん、半年前に小さいスタジオで1回やってるんですよ、同じ公演を半分ぐらい、はい、でそこで、システムのテストだとか、ストーリーがこういった方がその分岐することがあの OK だみたいな、うん、なんか どうしたら面白くなるかみたいなことをテスト公演して、でほぼほぼ無料でお客さんに見に来てもらって、でアンケートを取って、はい、でそれをもとにシステムの人にここが使いにくかったらしいですよみたいなことを言って改良してもらってっていうことがあるので、もう手間もやっぱすごくかかるし、正直あのお客さんも結構いっぱい入ったんですけど、めっちゃ赤字が出てしまって、それね、見た方は本当に面白かったですけどね、ちょっとしばらくやれないですね。手間はさすがにすごそうだもんな。あれでも結局やるシーンの数は一緒なんですか、どういう選択肢の流れになったとして。そう、出てくる場面だったり大体一緒なんですけど、一番最悪のバッドヘンドを敷いてしまうと20分少なくなります。おお、なるほど。修学旅行の話だったんですね、うん、で修学旅行で新幹線に乗って東京に帰るっていう、その新幹線が動かなくなって、その新幹線がから出れないから東京に帰れないっていうシチュエーションのお話なんですけど、一応彼らが東京に帰れるまでのお話なんですよ、うんうんうん、で東京に帰った後バッドエンドになるかなってないかなんですけ ど、 あ、なるほど、東京に帰れないまま全滅するっていうエンドが一個あって、死んでくんですよみんな。あ、そうなんだ。それさ、始まってその最初の分岐は何分ぐらいで、はい、これなんですか。あれでもよかった。なんか最初の方結構どうでもいい感じの。そうですね、チュートリアルがあるので始まる前にワンシーンあるんですよ、うん、修学旅行先でお土産を買うっていうどうでもいい分岐があって、うん、実はどうでもよくなかったんですけど、そうなんです。それがまあ騙してるんですけど、うんこの置物を買うか八つ橋を買うかっていう選択肢で、うん、要はお客さんに投票の練習をしていただくっていう、うん、そのまだ開演前に僕がやるやつなんですけど、うん、実はそれがあのミスリードっていうの、なってて、うん、実は芝居の中にも関わってるっていうようなシーンになってます。へえ。適当に投票しちゃうとバッドエンドまっしぐらなんですよ。まあバッドエンドにならないんですよあれを。ならない、あれ関係ないは関係ない。トゥルーエンドに行く重要なヒントをもらえなくなるっていうので。あ、なるほどなるほど。実はどう選んでいてもあれ結構トゥルーエンドには行けるんです。あ、そうなんだ。ただトゥルーエンドにどうやっていくかっていうのがものすごく最後難しくなっていて、要はそのヒントがもらえる数が途中の分岐で変わるだけなんです。すごい。なるほどなるほど。凝ってるね。そうなんです。だから実はどういってもトゥルーエンドに行く可能性は最後まで残るんですけど、へえ。ただノーヒントじゃ多分いけないんですよね。結構そのただ選択肢を選んでるだけじゃいけないっていうやつは、まあ、分かりますね。なんかそんな感じしました。そうなんです。じゃあ最悪1時間何分の芝居だったんですか。1時間40分です。1時間40分の芝居の中で1時間10分ぐらいまではトゥルエンドに行くチャンスはずっとあるってあります。ああ、なるほど、ね、で1時間20分で明らかに選んじゃいけない選択肢が出てくるんですけど、うん、2ステージ目で調子に乗ったお客さんが選んじゃったんですよ絶対間違ってるって方を、うん、見たいじゃないですか、うん、間違ってる方って、うん、で選んじゃったらあのその場で全滅して何もわからないまま終わって帰るっていう。であまりにもひどい空気になったので役者たちもすごいなんかちょっと泣いててそれでも挨拶で出るわけみんな最後。いや挨拶でなんか俺もいたたまれなくて謝っちゃってであの本当すいません、あのその場で考えて、うん、今日見たお客さんはあのもう一回500円で見れるような割引にしますので、いや出た来てくださいっていう謝り方をしました。それは赤字へのまっしぐらな。赤字へのまっしぐらですけど、ね、ま
自分で書いたんですけど、うん、こんな状態で帰るお客さんの気持ちを想像するとまあまあまあ本当に辛いって思ってしまって、そうなんです、あれね、現実的になると相当これ変わるんですよね、うん、文章でと稽古でやってみてるけど、はい、実際にお客さんが入って入ってやると、まあ、全然変わっちゃうんだよね、芝居の出来がね。そうなんですよね。でもう完全に震えが来ちゃったわけでしょただでもやっぱ1回は出したかったので、うん、悪い方も。そうなんです。でその1回が出たおかげで、実は遺言を残せるようなシステムも残してて、神様だから、あの神社とか神道の話だったので、うん、あの受付ロビーのところに絵馬を吊るせるようなコーナーを用意して、でお客さんに紙の絵馬を渡して、そこに何を選んじゃいけないみたいな遺言を残させたんですよ、うん、だから、次のステージからそれを見たお客さんがあんまり間違った選択肢を選ばないようになるっていうのになっていて、そうだから、あのそう失敗したお客さんたち の屍も無駄にならずに、だから結局そういうのが積み重なったからこそ8ステージ中7ステージ目でやっと出て、うん、おそらく前半じゃ出ないんですよね、トゥルーエンドは。ただ千秋楽で出なかったんだね千秋楽で出そうだったんですけど、うん、そのトゥルーエンドを見たお客さんが、千秋楽の前の待ち寝で昼の公演出たんですね。でソワレオももう一回見ようってなっちゃって、そうだから見たい方選んじゃった。見たい方選んじゃった。お客さん同士もこれ結構。しかも面白いのが、あれリピーターの人でした。3ポイント。そうです。リピーターの人はポイントが上がるんですよ。投票の。あ、なるほどね。そうなんです。要はリピーターの人は正しい答えとかのを知ってるし、自分が見たのを見たくないじゃないですか。だから初めて見る人は1票しか入れられないんですけど、リピーターチケットを持ってる方は3票入れられるんです。へえ。そうだから後半に行くほど正しいルートに行きやすくなるんですよ。うん、これ完全に興味本位で聞きたいんですけど、はい、8ステ全部見る率っていうのはやっぱり増えるんですか？全部見た方いましたね。おいや、あれは見たくなるわ。リピーターもやっぱ増えるんですか、普通の公演より？増えました、やっぱり。お、だってね、バッドエンドじゃ悔しいですよ、ね、そういや本当にモヤモヤしますよ帰り。だってまあ謎がいっぱい出るんですけど、何も解決しないまま返されちゃうからな、何しに来たんだみたいな気分になって、ちょっと怒ってるお客さんいますからね。こんなお客に失礼なことをしていいのかみたいな。いいんですよ、それが演劇。まあでもしますって宣伝してそれを見に来ているんだからそれはそうですよ、それはそうです感じで。脚本は売らないんですか？脚本は売りません。今回のその後も売ってないです。再演できなくなっちゃうんで、売っちゃうと、うん、ああそうかそうか、うん、また再演ちょっとしたいなと思ってるので、うんうん、トゥルーエンドだけが載った DVD は売ってますけど、うんうん、でもトゥルーエンドに行くルートは分かっても何が原因なのかは分からないようになってるので。ああそうか、そうですね、脚本は今後も売るつもりはない、はい、なるほどね。そうですね、あとはね、リピーターチケット以外にも、あのかなんだろう、VIP チケットというのを売ってまして、10万円じゃないか、1万円のチケット、9800円か、うん、9800円の、七福神チケットっていうのと、うん、100万円の創造神チケットっていうのを売ったんです、うん、で七福神は結構何枚か売れて、各ステージ7枚限定で、彼らは10票入るのかな、うん、で神様の中でも偉い人扱い。そうなんです。ちょっと待って、完全に俺 AKB の総選挙とさちょっと被ってきたんだけど。まあ正直意識してます。で七福神チケットを買うと、もう結構その神様席みたいな、ちょっと神様っぽい感じになった席に座らせてくれるんですよ。でもうど真ん中の一番いい席で、でその七福神やリピーターの人たちっていうのは一回投票が締め切った後に、じゃあリピーターのチケットの方の投票っていうので、もう一回後から票が入って、だから一般の人たちの投票が覆されるんですよ。でその後で七福神がまた投票するから、たった3人ぐらい、要は100人中3人七福神がいたら30票入るわけじゃないですか。だから70対30なので、相当その一人の容量が強いので、だからもう圧倒的に負けてたグラフをその七福神3人で覆したりできて、やっぱそれ気持ちいいんで、結構それを見たリピーターのお客さんが俺も買うみたいな。すげえな。9800円が売れて、見てる方もワクワクするんですよね。そう、普通に一般のが49対51ですとかなって、でその後リピーターの人がグッと入ると、お変わったみたいな、こうみんなまあ
おっとは言わないですけど、システムがすごい。そうそう、システムがすごいです。そこの、投票数をこう変えるっていうところはもともとシステムにのアンケートのシステムになかったので、うん、追加してもらいました。追加要件は、まあごにょ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 、わかります。大変頑張ってもらって開発していただいて、でもあれでもね、クリエイターも乗ってきたらさ、まあ、こう、そうですね、結構やっぱ、そうです、楽しんで作っていただいたので、プログラマーの方にも。100万円チケットさすがに売れなかったんですけど、まあまあ100万円が100票です。だから絶対勝てるやつ、絶対勝てる、その人が言う通り進んでいくっていう。でもそれはまあ、なんていうか、お飾り的にやったんでしょ。もちろんです、ちょっと話題になるかなと思って、100万円チケットってのをフライヤーの裏で売ってたらそれかっこいいじゃないですか、売りたいって思って、ただもし売れちゃった場合は残りの方全員招待っていうことにしようかなって思ってて、要は他の人の投票が無効になっちゃうので、そっか、そうなんです、いやいや考えてるね、そうそうそう、企画力が素晴らしい、すごい。そうで、あと、その公演が神様の言う通りっていうタイトルやったんですけど、買ってくれた方の名前の何々様の言う通りになりますよっていう命名権も一緒に売ったっていう感じにして、頑張ってね宣伝したんですけど、結局やっぱ売れませんでした。でもそれ延べ人数どれぐらい来たんですか、その公演。延べ人数はでもいくつかな、500人程度で、80席ぐらいしかなくて、80席640で8割だから500人ぐらいですかね、うん、それその公演が一番今と、それとも最近の、どっちが、最近や一番、先週やった公演の方が来てるかもしれない。あ、じゃあ伸びてますね。それを見たお客さんがやっぱ来てくれたので、うんうんうん、その来てくれたお客さんが全員来たので、うん、動員数はかなりそこで伸びたので、期待値も上がっちゃうもんね、お客さん。そうです、まあ、でも前回の公演が非常にキャッチーだったので、初見のお客さんが非常に増えたんですよ。あ、だからその神様の言う通りのおかげじゃないと思うんです。なるほど。前回の公演のタイトルが、ロリコンのすべてというタイトルだったので、ロリコンすごい、チラシもすごい。あ、チラシ今持ってる。いや俺もラジオで見れないと思うんですけど、いや画像で出しても、あ、まあリカル、まあなんか考えますよ、ね、はい、画像で差し上げますけど、まあこういうチラシだったので、すごい、これはさ、なかなかだよね。ね、よく通ったね。なかなか載せてくれない雑誌も 何社かありました。そうだよね、だから、カンフェティも表面は無理だったので裏面になりましたね。そうですね。はい、だって、ね、石原慎太郎さんは一生懸命やってんだよ、こういうのをさっき。だから それと戦う演劇だった。あ、それと戦う演劇だったんだ。あの表現の自由で、うん、要はまあ、ロリコンのすべてなんですけど、児童ポルノ法と戦うためのやつで、うん、それ図書館戦争はパクってない。図書館戦争みたいなことです。なるほど、ね、でも、まあ、全く関係ないんですけど、うん、その表現の自由を守れっていうことで、要はこういう児童ポルノっぽい、うん、児童ポルノはいいんですけど、うん、子どもの裸のイラストもこれから規制していこうみたいな話になっているんですね、この法律が、うん、でもイラストって被害者がいないのになんで規制するんだっていうような議論もあって、うん、でだから要は想像の世界じゃないですか、うんうん、人間の想像の世界でやしてはいけない想像があるっていう規制はどうなんだっていうことで表現の自由が問題になってるんです、ね、で憲法には思想の自由があるからね。そうなんです。なんですけど、ちょっと僕それが気に入らないんですよ、ね、表現の自由を守るためにそういう、子供の裸のイラストだとかそういうエロ漫画みたいなものを守るんだみたいな運動が今あって、ね、でなんか僕それがすごく気に入らなくて、うん、表現の自由を守りたいから子供の裸のイラストを、守らなきゃいけないんじゃないだろうって、うん、お前その子供の裸のイラストが好きだから守りたいんだろうなんでそう言わないんだろうって。なるほど。すごくそれがモヤモヤしてたんです。全員表現の自由を守ろうみたいなかっこいいことを言うんですよ、うん、まあ、国会議員でも表現の自由を守るって言うんですけど、うん、そうじゃないだろう、うん、その子供の裸のイラストが世の中にとって
その邪悪なものなのかそうでないのかっていう議論を一切せずに、表現の自由を狭めちゃいけないっていう議論はいかんっていう話になって、久々にさ、俺すげえ普通のサラリーマンだからさ、これガチの人と会ってさ、なんか急にちょっとやりきれない気持ちにはなってたけど、自分はやっぱりその立場っていうのが分かるから、なるほどですね結構あれね、眩しいね、そのガチのテーマいや僕がロリコンとは限らないんですよ今年そういう法律が、施行されたので、ね、7月15日に、ね、だからまあタイムリーだなってことで、うん、クリスマスイブからそういう公演をやったんですけど、うん、イブからすごいですね、はい、イブからロリコンの全てをやる、はい、これイブ、ね、これタイトルとこの画像に似合わないそういうガチのお芝居だったんで、その、はい、そうなんです。まあ神で社内的にはそうだったんですけど、あ、はい、後半から評判がすごく、はい、相手からそうですそうです、うん、一個も下ネタ出てこない、そう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 、そう、なんか行った人がすごい好評判を書いてて、でもなんかすごいらしいなって言うんで、いや真面目な芝居です、うん、あ、真面目なラブストーリーです、うん、あ、そうなんだ。それで一気にチケットが伸びちゃってっていう、いやいや、それはいい傾向だもんね、そう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 、本当に公演中にさ伸びるっていうのはね、そう、それはねありがたかったですけど、やっぱすごい偏見にさらされたので、うん、そうでしょうね、赤字、え、これ赤字、これ赤字ですねお客さんいっぱい入ったんですけど、ちょっと舞台美術立て込みすぎちゃって、ああ、それ結構ニュースですね、はい、じゃあ、はい、いやありがとうございます、はい、また次回、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい